はい、どうもゆたです。今回はちょっとベンツのスマホで車を動かせるっていうのやつをちょっとやってきます。車種は E-220D ですね。じゃあちょっと早速やっていきます。じゃあまず遠くからリモートエンジンスタート、リモコンでエンジンかけます。まずキーで、キーでですね、鍵を開けます。そしてですね、メルセデスの、アプリを起動します。そうするとですね、車がアプリが勝手に事前に登録した車を検知してですね、接続するとエンジンをかけて車を前に進むという、ことができます。進行方向を選択します。今回は前にします。でエンジン、これがエンジンスタートの仕組みになります。スマホでエンジンがかかりました。ちょっと一旦車から離れてですね、離れすぎると、ダメなんですけども、ちょっと前に進みたいと思います。おお、すごい。こういう風にですね、周囲を確認して画面をなぞるだけで車が、おお動いてきた。すごい、中にはほら誰も乗ってない。すごい。これはですね、都内とかで、駐車場が狭い時とかにはですね、乗り降りするのも大変な時はこういう機能があると非常に便利だということで、そういうための機能というふうに聞いてます。なるほどね。で開始位置に戻りたいと思います。すごい、すごいね。これで以上に、ね、で勝手に鍵も閉まると、こういった機能になってます。すごい。以上です。今駐車場所を検知してますね。で選択をすると、スマートフォンの、アプリの方で車が検知されて車を選択します。あらかじめ接続がしたことある車ということで設定はありません。で続行をすると、で、シートベルトを外して、車から、外に降ります。よいしょ。車から離れて、車から離れてですね、操作をしたいと思います。エンジンがかかりました。おお、すごい。で自動で車が車庫に入るはずなんですけど、怖いな。なんか逆切ってない、ハンドル。どこに入れるんだこれ。あ、これあれだべ。こっちになんかバックしてこういうオレンジの線あったじゃん。怖いな。こっちに行ってこっちに。キーが見つかりません。あ、車から近寄らなきゃいけない。おお、すごいすごい。おお、動いてる勝手に。ちょっとちょっと、おお、すごいすごいすごい。どこに行くんだこれ。すごいすごい。どこに行くのこれ。すごい、スマホで車が動いてる。すごいすごいすごい。これ顔から聞くのかこれ。すごいな。おお、勝手に動いてる。すごいね。おお、すごいすごい。おお、怖っ。勝手に車が動いてる。すごいすごい。おーおーおお。怖いな。バックで入れてほしかったんですけど、なぜか顔から入ってしまったんですが、前進しちゃいましたね。これ戻すのどうするんですか。開始位置に戻りたいと思います。お、すごい、バックしてる。おお、すごいすごい。おお、すごい。前は大丈夫。手にハンドル、手にハンドル切ってる。
すごいハンドルが前に行かなくていいよ怖いな、どうするやめますか、うん、以上です。本当は綺麗に車庫入れできるはずだったんですけども車庫入れした場合はディーラーへお越しください以上で、はい。